ディションは悪くないし、頑張ればいいところに。2番人気は5番ゴールドシップ。1番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。6番ナイスネイチャー、9番人気です。8番人気は7番ナイスネイチャー、4番人気は8番マルゼンスキー、5番人気9番ゴールドシップ、1番ナイスネイチャー、7番人気です。勝ちは十分に狙える3番人気、2番ゴールドシップ、1番人気4番シンボリルドロフ。これ以上ない仕上がりですね。2番人気は5番ゴールドシップ。1番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。後方からの豪快な追い込みを見せて。栄光はもう目の前まで来ている。タウラス杯決勝、このレース最も人気を集めているのはここまで無敗三冠馬娘シンボリルドルフ、1番人気です。3番人気はこの子です。ここまで無敗二冠馬娘2番ゴールドシップ、対抗するのは三冠馬娘5番ゴールドシップ。真っ向勝負に注目だ。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。マルゼンスキーとオグリーキャップ、この2人が競り合っていると期待通りの結果を出せるか。1番人気ジンボリルドルフ、マルゼンスキー早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手はオグリーキャップ。1コーナーから2コーナーへ向かう長丁場のこのレースですが、マルゼンスキー早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのはオグリーキャップ、そして1番ナイスネイチャー、4番手ジンボリルドルフ、少し後ろから5番ゴールドシップ、それを見るように7番ナイスネイチャー、少し後ろから2番ゴールドシップ、それを見るように6番ナイスネイチャー、すぐに続いて9番ゴールドシップ。マルゼンスキー先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身、順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずマルゼンスキー、続いてオグリーキャップ、2馬身離れて1番ナイスネイチャー、その後ろ5番ゴールドシップ、ジンボリルドルフ続いている。外から外から6番ナイスネイチャー、そしてその内7番ナイスネイチャー、それを見るように2番ゴールドシップ、少し離れて9番ゴールドシップ。意気揚々と先頭を行きます。マルゼンスキーどうでしょうこの展開。残り 1000m を通過、集団が一つにまとまって混戦状態です。お互いに牽制し合っているようですね。先頭は変わらず、マルゼンスキー続きました。オグリーキャップ、さらに1番ナイスネイチャー、大欅を越え4コーナーへ調子乗っちゃう。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。5番ゴールドシップ、前を狙っているぞ。じりじり詰める。5番ゴールドシップ、さあここから先頭を伺うのは5番ゴールドシップ。最初のコーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはマルゼンスキー。残り400m、外から2番ゴールドシップ、驚異的な末脚飛び込んできた。2番ゴールドシップ、先頭2人の競り合いだ。抜け出したのは5番ゴールドシップ、だが後続も追いすがる。残り 200m、 2番ゴールドシップ、すごい足で上がってきた。2番ゴールドシップ、2番ゴールドシップ、差し切ったゴール。勝ったのは2番ゴールドシップ。タウラス杯の栄冠を見事に掴み取りました。2着には5番ゴールドシップ、3着に入ったのは9番ゴールドシップ。ハマだろ。世話になったな、ありがとう。ありがとな、トレーナー。